サンデープッシュスポーツ配信オリジナル。2014年に日本国籍を取得したラグビーのレメキ・ロマノ・ラバ。レメキ家は長男のイシ君、次男のモト君、三男のカイ君、そして長女サニちゃんの4人兄弟。そんな子供たちの名前には国際結婚ならではの由来が。結構カイ君とかもそうやし、日本でも外国でもなんか通用する名前に感じたんですよ。トンガのルーツ的に子供の名前は身内の名前を取るみたいな風習があって、うん、でまあ一番上の子を妊娠してる時も男だったらイシレリで、女だったらサニペパでっていうのを言われてて、それはもうご家族の方にそういう方がいるから事前に決まってるんだ。まあ大体ね、トンガの文化で、ね、うちの場合は僕本名クラスツキ・イワノフ・ブラス・レオニード・ビッチっていう名前なんだけどもどこが苗字なんですか？クラスツキ・イワノフっていうのが苗字です。クラスツキ・イワノフ家のブラス、うん、まあ、ウニ点々なんです、うんうん、でレオニード・ビッチっていうのはレオニードの息子の、なんかそういう名前の付け、だからなんちゃらビッチとかなんちゃらスキーとかってロシア人でつくのは誰々の息子のとか娘のっていうのがついてる。でもあれだよね、長い、本当はめちゃくちゃ長いんです、うん、名前。どんな名前なんですか？ローマのラバオグリシノトゥイクロエノスラバキオレメキ。ジュゲムジュゲム本当はねそういうのありますよね、外国の人って実は名前めっちゃ長い、長いな、ね、